ヤン・ビルスガールドはスウェーデンのカーデザイナーである。1950年から1990年までボルボでチーフデザイナーを務めたビルスガールドは1930年にニューヨークのブルックリンで生まれた。彼は共同創立者の一人アッサール・ガブリエルソンがまだ社長だった当時のボルボに入社する前にヨーテボリの応用美術の学校で学んだ。ビルスガールドは ボルボでの地位を著名なデザイナーであるピーター・ホーベリーに後を譲った。ビルスガールドは、その在任期間中にごくわずかな例外を除いて、ほぼすべてのボルボ社をチーフデザイナーとして手掛けた。彼の最初の仕事の一つは、PV デュエット版のリアウィンドの形を改良することだった。ビルスガールドは、アマゾン145、14 760と850。 シリーズのエステート版を続々とデザインし続けた。この期間に、ボルボは、ステーションワゴン、エステート型のボディと密接な結びつきを持つようになった。アマゾンや144のデザインに加えてビルスガールドは、高評価のボルボ164と同様に、P1800 クーペをエステート版へ改装した、成功作の 1800ES もデザインした。 ボルボ C30 をデザインしたチーフスタジオデザイナーのサイモン・ラマーレによると 1800ES はボルボのアイコンの一つになった。写真で見るボルボ164のデザインコンセプトの変遷を参照ボルボ140シリーズをデザインした時にビルスガールドは簡潔さは美であるという心情を用いた。このデザインは車の頑丈さ、控えめな品質感を象徴していたが、 後年には想像力や大胆さの欠如が指摘された。ボルボ240シリーズのスウェーデンでの大成功に関してビルスガールドはこう述べたと言われている。車がまるでスウェーデン人自身のように少し四角くばって鈍かったからでしょう。2016年8月16日死去。ありがとうございます。